ガリー・メンデス・ロドリゲスは、オランダ・ロッテルダム出身のプロサッカー選手。カーボベルで代表。オリンピアコス FC 所属。ポジションは MF。フェイ・エノールと、レアル SC の下部組織を経て、アマチュアクラブのクセルクセス DZB で、シニアデビュー。その後もアマチュアクラブでプレーを続けた。2012年5月16日、アドデンハーグと延長オプション付きの1年契約を結んだ。 二ヶ月後、エールステリビジの FC ドルトレヒトに、レンタル移籍。8月10日の FC エメン戦で、プロデビュー。8月27日の FC デンボス戦でプロ初ゴール。2013年2月11日、ブルガリアのレフスキ・ソフィアに移籍。3月3日、PSFK、チェルノモレツブルガス戦で移籍後初出場。3月13日、 ブルガリアカップ準々決勝のリテックスロベチ戦で移籍後初ゴール。2013から14シーズンは前半戦だけで14ゴールを挙げ、この活躍から国外の複数クラブが獲得に乗り出した。2014年1月にはウエストハムユナイテッド FC がトライアルのオファーを出したが契約を結ぶことが保証されていないとしてロドリゲス側が拒否した。 2014年1月27日、エルチェ CF に買取オプション付きのレンタルで加入。3月1日、セルタデビー5戦で遺跡後初出場。5月3日、マラが CF 戦で遺跡後初ゴール。2014年夏、買取オプションが行使され、改めてエルチェと4年契約を結んだ。2015年7月31日、エルチェとの契約を解除した。 2015年8月4日、ギリシャのポックテッサロニキに移籍。2016年1月、サウジアラビアのあるアハリジッタから170万ユーロでの獲得オファーが出されたが、クラブが拒否した。11月24日、UEFA ヨーロッパリーグのアクフ・フィオレンティーナ戦でゴールを奪い、3から2の勝利に貢献した。2017年1月9日、 ポックテスサロニキは370万ユーロでロドリゲスをガラタサライ SK に移籍させることで合意に達したと発表した。2021年9月18日オリンピアコス FC と2024年までの契約を結んだ。2013年8月14日に開催されるガボン戦に向けたメンバーとしてカーボベルデ代表に初招集。同試合の後半から途中出場し、 デビューを果たした。公式戦扱いではないものの12月30日に行われたカタルーニャとの親善試合で初スタメン。1アシストを記録したが、1から4で敗れた。2014年9月6日、アフリカネーションズカップ2015予選のニジェール戦で代表初ゴール。2017年9月5日現在。ありがとうございます。